こんにちは、ゲーム動画で行こうです。セブンスリバースやっていきたいと思います。はい、本日はあのイベントがまだないということでですね、クエストの方を進めていきたいと思います。まずその前に、デイリーダンジョンですね。これは毎日こなしていきて、行って、少しずつ力をつけたいと思います。まあ、楽勝で勝てるでしょう。はい、OK です。勝てましたね。もう完全にこれ力差があるんで積極的にいきます。さて、いよいよミミックが、はい、もうとっととやっつけちゃいます。これをやる前にですね、経験値ダンジョンを使いまして、竜騎士のレベルを、上げました。はい、ちょっと別のゲームでかなり BGM が高かったものですから、ちょっと音とかぶってしまいまして、BGM は落として、今後プレイしたいと思います。ずっとこの設定を忘れていたらごめんなさい。さて、クエストに入ります。ですね、今、3つですね、この黄色くなっているところはもう全部クリアしてまして、今右上にありますバポラム密林、こちらにをチャレンジしております。こちらにアクセスしていきます。この5番のルツボというところまでクリアしていまして、今ですねこの移ろいの沼に、行こうと思ってます。はい、こういう風に出まして、あー違いますね、移ろいの沼はもうクリアしてるんだ。そうね、7番目のヒオラ遺跡、こちらですね。はい、というわけでミッションを見てみましょう。これですね、特定の職業とか特定の、魔法技を使わないとミッションをクリアしたと言われないので、ミッションをクリアし、完全にクリアしてないとパワーストーンがもらえません。パワーストーンってガチャとかの材料になりますし、死んだ時のですね、復活の、元になりますので、これは確実に取っていきたいところです。ただ、今回はただ倒せばいいので、まあ、ベストメンバーで、チャレンジしたいと思います。まあ、勝てるでしょう。ミッションで積極的に行きます。このように。なんか、この後ろの、人が、なんかこの、流すところが、スプレーみたいな感じで、殺虫剤みたいな感じですね。もう積極的に行きましょう。これで倒せるでしょう。はい、決まりました。はい、最初の面クリアですね。結構ニンニク生姜とかいろんなものがもらえますね。ダンベルですね。はい。こちらのは、アイテムと交換できるんで。
クイズ行こうとみたいですね。さあ、次のルートには埋もれた階段です。これもですね、普通に全員一度も戦闘不能にさせずにクリアす、すればまず大丈夫です。不明かってことはまずありえないですからね。さて、おー、なんかちょっとブリンカーっていう敵ですけど、ブリンカーかな、かわいいですね。お、なんだろう、なんかリップルレーザーみたいな。おっと、もう退治しちゃいましょう。さあ、もうこれはもう早めに行って、ドードストールとバナナスラッグですね。ちょっとは毒がありそうですね、ドードストールの方は。倒しました。これも、ね、同じようなアイテム、ゲットですね。龍騎士またレベル上がりそうな予感はします。さて、続いてルート3は埋もれた行動です。ミッションも確認。これも特に難しくないと思います。ボスですかね。あ、ボスですね。これはラストボス。アルビノスラックっていう、外見は可愛いんですけど、結構しぶとい感じの敵ですね。お、一匹倒しました。おっと、え、復活してる。これでどうだ。おー、なんと復活させるんですね。復活した敵は半分戻りますね。ま、とはいえ、攻撃力が上回っていれば全然楽な相手ですね。ちょっと、アルビノスラックの駅ってありますよ。なんでしょうね、これ。クエストは、何回でもチャレンジできるんで、このアイテムを再度取ってっていうのも可能です。また、結構経験値をもらえるんで、ありですね。バボラム遺跡、これがどうも最後の砦になるのかな。バボラム遺跡行ってみましょう。おー、なんかエスニー感な感じですね。密林だそうです。東南アジア的な感じがしますね。と、右側のニョッキーさん、英傑ってついてますよ。なんか、すごそうですね。アイテムもすごいな。女神の慈愛とか。英傑ってなんかかっこいいですね。おっと、今度ストーリーです。これはなんか光る玉が出てきましたね。さて、なんかなんだろう、巨神兵？
おー、なんかゴーレム、ドラクエ1のあの街を守る敵を思い出しますね。なるほど。さあ、ゴーレムを倒しに行きます。まずは多分雑魚敵だと思うんですね。ただ、ブラッドマンティス、これも結構でかいし、だんだんと強くなってきましたね。まあまだ勝てるとは思いますけど。さあ、こっちも出し惜しみせずやっちゃいましょう。はい、倒しました。結構強そうですね。ターフェアリー、防御をかけました。お、クリアって出ましたね。どうなるんだろう。なんでしょうね、ニューって出てる矢尻みたいな感じです。でも服装も結構しましたね。 OK です。さて、今度は陥没隆起ルート2ですね。これも特に問題なさそうな感じです。リブザルという丸太を持った相手ですね。おお、これはあっさりいきました。まあ、なんかトサカがありそうですね。マーブルヘイズ、後ろがエントっていう相手ですか。お、一気に行きますよ。なんかマフーバというマカウコウ殺法ですね。 OK です。ファーストーン取っていきますね。さて、これもドラマありますね。封印窟というミッションです。おっと、ここでオーバーしている。退却しか無理なんだろうか。お、ダンベルを交換できますね。何がいいか、これやってみよう。これを交換すると、星マークが多いものがさえパワーアップできるという記憶です。進化効果もこっちもできますね。これに交換していきましょう。もうレシピは何もなし。これも何もなしですね。
で、これ買収するし、売却するしかないのかな。レベルを低いものから売っていきましょう。はい、では売却です。道具も売りましょう。石切りまでのものって、まあ持っててもしゃあないですからね。あ、そうだ、ケーシュアメニティを持ってるものは容易に打っちゃダメなんだ。といっても、そんなケーシュアメニティ持ってるものはないですね。はい、これ売却です。その他を売らないといけないのか。まあ、その他でも余裕ですね。これで、封印物に臨みます。特にこれも特別な倒し方はしなくていいですね。さあ、いよいよボスゴーレムとの対決です。もう出し惜しみせず積極的に敵に行っちゃいましょう。早くももうスキルチェーンが10になりましたよ。おお、すごい。あ、倒しました。あっさりでしたね。素晴らしいです。ゴーレムの核というのを手に入れました。これまたパワーストーンですね。お、光が溢れてきます。なんでしょうね、エネルギークラスト。おお、ん、どうしたんでしょう。サラサラって言ってます。お、叫びが広がる。あ、なんかよくわからないですよ。悲しい話ですね。フリオリ雪原。もうそこに叫びがあって、もしかしたらお母さんがいるかもしれない。まだ先のあれ、面があるのかもしれないです。まあ、当然行くしかないですよね。お、誰だ。おっと、サラ逃げ出した。人と信じて追いつけ続けた男より知らされた一点の真実。その真実を守るため。おお、大見得を切りましたね。マリウストリート。お、追っかけていきますね。好意持ってますね。はい、当然行くしかないでしょうけど。あ、やりたいですね。お供しいたします。一番下を選びます。さあ、大見え切れるかな？ゾイ。さあ、やるのかな？人を信じて追い続けた男より知らされた一片の真実。その真実を守るため、クラワンカ。C3。ニョッキ。アンド、私か。
いやー、見え切りましたね。すげえな、これ。なかなか笑えるところが多いゲームですね。さ、これで、次のエリアが、解放されました。バルキリー降臨とか書いてますけど、何でしょうね。お、来た。おー、もうちょっと見せてくれたらいいね。え、何？バポラム密林エリアは、外伝ですね。次のエリアが開いた後に外伝が見えます。この外伝いろいろ得る、経験値とか、アイテムとか得るものが多いので、時々は、入っていった方がいいかと思います。おっと、エリア14も、外伝2が解放されましたというわけで、はい、クリアですね。はい、村長もレベルアップしました。ひとまず、おっと、イベントが新しくできましたね。え、これ、次の動画で、やっていきたいと思います。ひとまずはですね、この、外伝を、チャレンジしたいと思います。もう、外伝1と外伝2があるのか。まずは、外伝1からですね。文句を加える必要がある。というわけですけど、この耳を変えたいと思います。これを、文句という職業ですね。はい、シースルーっているじゃん。じゃあ、もうこのままで行って良さそうですね。さ、さっきのゴーレムさんじゃないですか。もう、積極的に、出し惜しみせずにまた行きます。さっきより硬いのかな？まあ、とはいえ、攻撃力も大して、与えられてないんで、余裕でいけそうですよね。あ、もう、風前の灯火ですね。勝ちました。オッケー。ゴムの立派な核をまた手に入れちゃいましたよ。全部クリア。パーステース、ストーン、ゲットです。さあ、これ、この面、外伝2もやっちゃいましょう。おっと？なんかミルキーは二重に見えますね。なんか年取ったからかな。風属性ダメージ与えろ。レンジャーも加えないといけない。レンジャーをすると、トモトモっていうのしかいないですね。生属性ってなんだろう。生属性のあれは与えられる人って、これは属性の反撃系ですよね。この辺がありますね。ミルキーっていうのがあるのか。ミルキーっていうのを使いましょう。これで、風属性は一択。でもこれも風属性だから、トモトモでもいいですけどね。まあ、とはいえ、すぐ倒しちゃうケースがあるので、2つ持っとくに越したことはないです。さらに自分も防御していきましょう。おっと、ピヨってますね。ピヨってると攻撃できなくなるのか。これで、風前の灯火ですね。やりました。さて、問題は風属性を使ってるかな？おっと、ゴーレムの、どうかな？ちょっと、また手に合わせたね。
おっと、レンジャーレベルアップです。さあどうだ。おっと、全部クリアですね。 OK です。はい、これでもうそうですね、バポラム遺跡の外伝は終了みたいです。というわけで、この後この、終焉のバルキリーというイベントをやっていきたいと思います。遊び方が載ってんのか。標的を撃破し、報酬でアビリティレベルアップを目指せ。青のオーブを手に入れて、コスゲン防具の固有アビリティを強化しよう。なるほど。バルキリーの翼、輝く翼、未知のオーブをゲットできる。一定確率ですけどね。はい。というわけで、こちらを次回、まあ、これ終わってすぐにやっていきたいと思います。はい。こちら、ブログとかツイッターやってます。説明欄に、ブログ、ツイッターのアドレス、書いておりますので、アクセス していっていただければ嬉しいです。ツイッターをお持ちの方は、フォローしていただくと非常に助かります。またですね、この後最後の20秒で、動画のリストも、紹介いたします。関連動画とか、再生リストですね、を載せておりますので、そちらにもアクセスしに行っていただければ嬉しいです。はい、ではこちら一旦ですね、お別れとなります。ゲーム動画で行こうでした。またよろしくお願いします。バイバイ。